記念協会、ハーバード大学記念協会は、ハーバード大学のキャンパス内にある、教会堂である。より一般的には、ハーバード記念協会あるいはターンに、メムチャーチと呼ばれる。ハーバード大学における初の明確な礼拝施設は、ホールデン礼拝堂で1744年に建てられた。大学の規模拡大に伴い手狭になった、この建物は、 1766年に建て替えられて、ハーバードホール内の礼拝堂となった。その後、1814年にユニバーシティホール内の礼拝堂に、そして最後にアップルトン礼拝堂に建て替えられた。アップルトン礼拝堂は現在記念教会が建つ場所に位置し、もっぱら礼拝のみに使われた。アップルトン礼拝堂は現在の建物ができるまでの73年間、建っており、 1932年までハーバードにおける信仰生活の拠点であり続けた。記念教会内には同名の建物が存在し、本館の一部が日々の早党に供されている。アップルトン礼拝堂はサミュエル・アップルトンの特使により1858年に建てられ、春行当時は早党への出席が義務とされた。 1886年にハヤ島が自由参加制になると、この建物は、ハヤ、島を行うにはあまりに広く、日曜礼拝を行うにはあまりに狭くなった。より適当な礼拝堂をハーバードに建設する話があったが棚上げされ、第一次世界大戦直後になって、学長のアボット・ローレンス・ローエルが、戦没者記念碑の設置構想を新礼拝堂の建設と結びつけたことで、 実現の運びとなった。アップルトン礼拝堂は1931年の学位授与式後に取り壊された。建築事務所のクーリッジ・シェプリー・ブルフィンチ・アボットは新たな建物の設計を要請され、ワイドナー記念図書館という立派な建物を引き立たせる構造物を計画した。これにより創立300周年記念行動として知られる開放空間が生まれた。 同行動は学位授与式の会場となっている。現在の記念協会は第一次世界大戦で戦死したハーバード大学の人々を記念して1932年に建設された。マルバイナ・ホフマンの彫刻、犠牲と共に卒業生373人の名が刻まれている。1932年11月11日の休戦記念日に開所した。以来、 第二次世界大戦や朝鮮戦争、ベトナム戦争で戦死したハーバード出身者を悼むため、教会の内壁には記念碑がいくつも設置されてきた。これは、ハーバードの精神的遺産を示すものとして、ハーバードヤード内のワイドナート書館の向かいにあり続けた。春工以来、記念教会では毎週日曜の礼拝の際、同大学の卒業生と在校生からなる。 ハーバード大学聖火隊による合唱が行われた。ありがとうございます。